ダメだ。一体どこに目をつけてやがる。ああ、すいません。物覚えが悪い。いい加減掃除くらい覚えろ。はい。後でまた見に来る。ね、本当に細かい人でしょ、リヴァイ兵長って。ええ、まあ。何ですか、ジロジロと。そろそろあの性格にうんざりしてきた頃かなって。いえ、別にそういうわけでは。そういうペトラさんも。ん？兵長に呆れている感じしないんですけど。うん、そうだね。他の先輩方もそうです。みんな兵長についていってるじゃないですか。リヴァイ兵長はその確かに変わり者だと思いますけど、みんなも十分変わっているというか。当たり前のこと言うんじゃねえ、ガキンチョが。いいか、俺とお前とでは見ているものが違う。俺は物事の本質を見抜いているからだ。本質とは何のことだかわかるか。わからないか。だろうな。それがお前の限界というわけだ。つまり格の違いってやつだ。そこのところをわきまえて、あんまり調子に乗るんじゃねえぞガキめ。なんてったってお前は本質が分かってないんだからな。本質が。はい、何言ってるのかさっぱりわからないけど、すいません。オルオと一緒にしてほしくはないんだけど。いや、そういうことじゃなくて、だから調査兵団はみんな変わり者で、だから大切なのは印象でなくて本質というか。あいつは適当なこと言ってるだけだからね、真に受けちゃダメだよ。
はい、その大丈夫ですけど、あれ、俺何が言いたかったんだっけ。どうしてこんなことに。ふん、そうだな。兵士の本質という話ならば俺にも分かることがあるぞ。何ですか、それは。兵士の本質は臆病であることだ。臆病ですか。正しくはそうじゃない兵士は生き残れないってことだな。優れた兵士ほど根っこは臆病者なんだ。命が惜しいから生き残るために必死になる。生きて帰って初めて一人前。お前も入団してから何度も聞かされたと思うがな。必死に知恵を絞り、使えるものは何だって使う。それが兵士というものだ。俺たちがリヴァイ兵長を信じるのも、つまりはそこだ。兵長についていけば生き残れる。なんだかんだ言って、それが一番大きいのかもな。少なくとも兵長なら、俺たちを無駄死にさせることだけはしないさ。壁の外はどこまでも地獄だが、リヴァイ兵長ならば、まだしもマシな地獄にしてくれる。これは前にも言ったことだけど、私たちは臆病で、一人ではできることは限られている。だからこそ組織で活動する。エレンも私たちを、リヴァイ兵長を信じて。あなたは一人で戦っているんじゃない。ペトラさん。ごめんね、エレンってどこか危なっかしいからつい小言が多くなっちゃ。ひどいな、そんなに俺頼りなく見えますか。ごめんごめん。どうかしましたか、兵長。エレンですか。ええ、特に問題はありません。訓練でもやや先走る傾向がありますが、基本的には真面目です。104期の成績5位なだけあって、なかなかに優秀ですよ。いい兵士になれると思います。というか、そうじゃないと困りますな。ウォールマリア奪還はあいつの巨人の力頼りですから。はっ、俺から言わせりゃ全然なっちゃいないです。
巨人の力を持っていようが、他のひよっこどもと大して違いはありません。肝心の力も使いこなせねえんじゃ宝の持ち腐れです。でもまあ見どころくらいはあるんじゃないですか。だからといって勘違いして図に乗られちゃたまったもんじゃねえですが。いや、兵長の手は煩わせません。俺がちゃんと教育してやります。ええ、お任せください。正直に言えば、まだ怖いです。エレン自身、巨人の力を把握していない状況ですから。でも、あいつの気持ちは本物でしょう。その点に関しては信頼しています。命を懸けるに値する人間です。あとは、エレンが俺たちを信頼してくれるかですね。ペトラ。はい。何でしょうか、兵長。最近のエレンはどうだ？落ち着いてます。班にも馴染んできたようですし。そうか。ならいい。リヴァイ兵長。なんだ？私たち、きっといい班になります。そう願いたいな。だがな、はい、何か言いました？いや、何でもない。